大容量 11.23リットル、ゴミ捨ては2週間に1回で OK、 密閉設計だから匂いが漏れにくい、屋根なしオープン&広々設計、大きな猫ちゃんも出入りしやすく好きな体勢でトイレができる、9つのセンサー搭載、廃棄物を清掃中猫ちゃんが入ってきたら自動で停止、もしそんなおトイレがあったら最高ですよね。皆さんご安心ください、ここにありますよ。それでは今回紹介する商品はこちら。おいて、紹介する商品はこちら、ネアカサイモワン猫用自動トイレ。ごめん、ちょっとチャチャンどけて。いやだよね、開封しないといけないから。いやだ、チカーン。皆さん、可愛い愛病との生活は楽しいものですが、猫トイレの匂いやお掃除に悩んでいる飼い主様も多いのではないでしょうか。特にお仕事などで家を空けることの多い方、多頭飼いの方などはいつも猫トイレを清潔に保っておくことが難しいですよね。そこで今回紹介する商品はこちら、世界60カ国以上で愛用されるホームクリーニング製品ブランドネアカサ初の全自動猫トイレ M1 をご紹介します。それでは早速中を見てみよう。まずはクイックスタート、砂飛び散り防止マット、足のところのパーツ、アダプター、フューザーバニア、専用ゴミ袋、緩衝材、縦にするとこう。その紹介必要かしら。本体を出しちゃうよ。本体の重さが10キロ程度あるから、腰に不安な人はベルトをおすすめするぜ。それでは今日よいしょよいしょと、その頃ちゃいちゃんは、あー、新しい自動トイレってほんと最高。でもちょっと小さかったかな。お色もなんかダンボールみたいな色だし、最近のトレンドなのかしらね。よいしょ、あーすっきり、あーちゃーちゃいちゃん、ここでトイレしちゃった。わ、なんだこのルンコちゃん、ピンクのハート、手紙だ。なんだよチャイちゃん、もうこの年になると涙もろいからやめてくれよ。いつもおトイレをきれいにしてくれてありがとう、カリンちゃんのごっついやつ。カリじゃないよ。さあ、それではいよいよ登場でございます。さあ、ビニールを剥いていきますよ。ブリン、こっちもブリン、そしてスタッフさんもブリン。あれおかしい、映像が映ってない、もう一度せーの、ブリーン。あれなんで映んないんだ、もう一回せーの、ブリーン。クソ、なんだだよ、もう一回せーの、ブリ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 。続いては本体に足をつけていきます。一旦本体を避けて猫砂取りマットを引きます。その上に本体を寝かせて私も寝ます。そしてこちらのタンブラー4個セット。じゃ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 ーん。おしゃれでしょう。えい、乾杯。ジュルジュルジュル。それではここに足をつけていきます。これで本体の完成です。ゴミ箱を引き出して、これ折りたたみ式になってるんですよね。そして大容量だからゴミ捨ては2週間に1回で OK ですって。よくできてる。次に専用ゴミ袋を広げて、このミシン目でカット。そしてゴミ袋にセットしていきます。これは少し慣れが必要で、ゴミ袋の耳の部分を深くかけないようにするのが難しい。そして紐の先っちょはこういう風にします。これで、OK。ゴミ箱を戻します。次に猫砂取りマット。これほんとよくできてて、私のお気に入りです。詳しくは後ほど紹介するよー。うわー、みんな食べられた、イエーイイエーイイエーイイエー、みんな食べられた。こんな大きいおにぎりはあなたたちは食べられますでしょうか。これ怒られるぞこれ。どうもスタッフさんです。ということで、この猫砂取りマットを本体の前に置きます。後で気づいたんですけど、前足に踏ませるとマットがずれにくくていいです。それでは皆さん一緒に、ネアカサ。次に本体横っちょにアダプターをつけていくぞ。こいつがアダプターだ。ケーブルの部分がファブリック生地になっていて、おしゃれでかつ丈夫そうだ。迷わずここに差し込もう。そして次はコンセントに差し込むんだ。おっとみんな、この違和感に気づいたかな。そうだみんな正解だ。僕の人差し指がまっすぐだね。さて電源が入りました。ランプが点滅してます。おーっと動き出しました。まずは奥の方にぐる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 回って、手前にも回って回ってしまった。おっと止まった。おっと、あ、赤いランプが出た。あ、これは爆発です、爆発です。うわー、やばい、爆発する。わっこ、やばいやばい。あー、どうもスタッフさんです。乗らないでおくれよ。え、マジか、これ見て、あちゃー、あちゃー。床にそのまま転がると背中に良くないと思ってヨガマットを引いてみました。
さっきさ、思いっきりここ持って移動しちゃったよ。ここを持つのは、ノンノン。この下を持つようにしましょう。それでは次に猫砂を入れていきますよ。猫砂を入れる量は、このガイドメモリを参考にしよう。砂は鉱物系などの固まる猫砂を使いましょう。この商品を一袋分入れてこの量になりました。寝やかさはもちろんスマホで管理することができます。お掃除のモードも2種類あって、猫が去った後何分後にお掃除するかの自動モード、時間おきにお掃除する自動清掃モードがあります。その他にも、体重が軽い子猫ちゃん用に自動でお掃除しない子猫モードなどもあります。もちろん多頭飼いにも対応。体重を入れておけば、それぞれの猫ちゃんのおトイレが記録されます。大まかではありますが、体重の管理もできて、グッド。それではおトイレに疑似おしっこを注入して、動作を確認しよう。それではお掃除、開始。さあ回り始めました。やはり皆さんが気になるのは動作音でしょうか。これが意外と静か。機械音はほぼ気にならなくて、砂の流れる音だけするというイメージですね。そして安全面、センサーがたくさんついてるので、万が一清掃中に猫ちゃんが入ってきても自動的に回転が止まります。おー回ってるなー。おーすごいすごいすごい、見て見て見て、煙が上がってるよ。そうなんです。おトイレがオープンタイプなので猫ちゃんが入りやすいというメリットがあるのですが、その反面、お掃除の時に選んだ砂によっては穴が舞います。なので砂選びは重要ですね。お掃除はだいたい2分45秒ぐらいで完了。これは一体何なんだ、要チェックや。それでは早速ゴミ捨てもやってみましょう。グッと引っ張って、これで OK。 素晴らしい。この商品のカラーはグレーと白の2色展開。グレーはかっこいいですが汚れが目立ちやすい。でも皆さんご安心ください、ウェットティッシュでささっと綺麗になる素材を採用しております。本当にこれおトイレなのか、カリは騙されないぞ。だいたい想像はできているんだよ。おすんすん、あ、先生、おう、静電気が来た。あ、気のせいか。よし、登るぞと見せかけてマットに乗る。よし、中の確認だ。うわ、猫砂のようなものが入ってるな。まるで猫のトイレのようだ。よし、本当に砂かどうかタッチして確認だ。よいしょだ。ん？よし、左足を乗せるぞと見せかけてマットに乗る。すかさず左手。ん？これは、よし、だいたい分かったぞ。よし、ちゃいちゃんに報告だ。ちゃいちゃん、なんか良さげな新しいトイレが来たよ。やはり最初に入っていい？もちろんだよね。最初に見つけた人が最初に入れるという権利なの。ちゃいちゃん、ちゃいちゃん、話が違うよ。ジャイちゃん、カリが先に入るって言ったよ。おお、この猫砂取りマットはほんとすごい。もちろん 100% じゃないですけど、お砂の飛び散りをだいぶ軽減させることができます。そしてさらにこの機能がすごい。このお砂を片付けるときは口を広げて、さあこれはマジ神。続いては大きさ比較。某デオ入れの一番でかいトイレと寝やかさの比較。今春が来て君は綺麗になった。今までのトイレが名残惜しいんだね。わーサイズはだいたいこんな感じ。1キロから10キロまで対応。なのでほとんどの猫ちゃんがいけると思います。私はね驚きましたよ。以前紹介した自動トイレでは入るまでかなり時間かかったんですけれども、そんなカリンちゃんが一瞬で入りました。今ではカリンちゃんかなり気に入ってるみたいです。これは本当にすごい。こういう自動トイレになかなか入らない猫ちゃんを飼ってる人にはおすすめです。試してみる価値はあると思います。どんな機能が備わってたとしても、そもそも猫ちゃんが入らないと意味ないですからね。それが最大のメリットです。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。エンディング行かないで、カリまだトイレ中だよ。はい、ごめん、もうこのままエンディングさせてもらう。ということで今回は全自動猫トイレ寝やかさ M1 を紹介しました。他にも簡単に分解ができて水洗いができることなど、まだまだ魅力的な特徴がたくさんあります。紹介できなくてさせ。あ、そうだ、寝やかさ M1 を使う上で気をつけないといけないことや、何これと思ったことがあるので、それはエンディングソングの後に紹介いたします。ほんと今回 PR という形ですが、いい商品に出会えてよかったなと思ってます。現在こちらの商品は幕開けにて1月30日までクラウドファンディングを行っております。かなり割引されているので、気になる方は概要欄のリンクからチェックをよろしくお願いします。それでは皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。なーよーさーらー。明日もハッピーなるハッピーのピー。
それでは目赤さん M1 を使う上で気をつけないといけないことからまずお話したいと思います。入れる砂の量によってめんどくさいことになるよっていう話です。メモリ 100% まで猫砂を入れるとこの網の向こう側まで砂が行ってしまいます。そして網に向かっておしっこをしてしまうと網の向こう側で砂が固まってしまいます。この状態でお掃除をすると映像が分かりにくいので少し砂をかきます。まあこういう状態になっちゃうっていうお話です。網のこっち側で固まったものしか捨てることができないので網の向こう側にあるものはそのまま残ってしまいます。こうなるとマジめんどくさくて僕の場合はこうやって取りました。なので 100% お砂を入れるのはおすすめしません。もっとネットが上の方にあれば問題はなかったと思うんですけど現状 100% までお砂を入れるとこういう状態になっちゃいます。じゃあどのくらい砂を入れたらいいかというと 70% ぐらいにするとお砂が網の向こう側に行かなくて綺麗に掃除ができるのでおすすめです。次はゴミ箱の話。うちはカリンちゃんとチャイちゃんの2匹いるのでちょうど1週間になったらゴミ箱は満杯というお知らせが来ました。ゴミ箱は満杯になるとどうなるのかなと思って楽しみにしてました。ちょっと開けてあの紐をシューってやって取り出してみたら、一応閲覧注意でお願いします。それでは行きます。どうぞ。ちょっと分かりにくいと思うんですけれどもこのおしっこの砂がはみ出てました。なので満杯の状態だとゴミ袋に収まらない可能性があるということを覚えておくといいと思います。なのでたまにチェックしたり少し早めに処理することをお勧めします。そして次は何これってやつ。まあ大した話ではないんですけどこのボタンが角度によっては沈みます。全部ボタン沈むのかなと思ってやってみたらオンオフボタンだけ沈まないの、なんでやねん。まあこういったところはもちろんありますけれどもこの商品はかなりおすすめなので気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。